動画のご視聴ありがとうございます。 YouTube 医療大学です。手のしびれやむくみ、痛みなどがもしかすると腕の血管が詰まる寸前のサインかもしれません。私たちは全身に血管が張り巡らされていて、それを一本につなぐと地球2周半もの長さになると言われています。それだけ全身に緻密に張り巡らされていて、体の細胞に栄養を届ける血管、この血管が詰まってしまう寸前のサインを見逃してしまうと、心臓が詰まれば心筋梗塞、脳が詰まれば脳梗塞になってしまいます。そして腕の血管が詰まってしまう、そんなことも起こるんです。私たち人間は二足歩行になって、両手を使ってあらゆる道具を使うことによって今の生活を得られています。腕の血管が詰まってしまうと、壊死といって腐ってしまうことによって腕の一部を切断しなければならなかったり、それは免れても後遺症として動かしづらくなったり、感覚が鈍くなってしまうこともあります。旅行に行ったり、美味しいご飯を食べたり、人生の後半も生き生き暮らすためにはこの手というのはとっても大切です。血管が詰まってしまう寸前で見つけることができれば、手術をしたり、ステントという血管を広げる治療をしたり、そして血液をサラサラにするお薬を使うことによって詰まってしまうことを予防できる可能性があります。普段外来で動脈硬化、糖尿病、そして心筋梗塞や脳梗塞などの診断を行っている医師の立場から、腕の血管が詰まってしまう症状や、そしてその根本の原因の動脈硬化を予防する食事法について解説していきます。動画の後半では具体的に動脈硬化や糖尿病に有効な食事方法をご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。このように YouTube 医療大学では、現役医師の立場から分かりやすく明日から健康になれる動画を発信しています。新しい動画見逃さないようにチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。まず簡単に、私たちは生まれた時は血管はしなやかなのに、どうしてだんだんと硬くなるのか、動脈硬化が進むのかを解説します。それよりも血管が詰まる寸前の症状が聞きたい方は動画をスキップしてください。血管が詰まってしまう原因が動脈硬化です。そして動脈硬化はなぜ起こるかというと、原因として有名なのが高血圧と糖尿病、そしてコレステロールが高い脂質異常症です。そしてその他にはタバコが挙げられます。例えば高血圧があると血管の中を流れる圧が高くなるんです。蛇口からホースを使って液を流すことを考えてください。水圧が高ければホースはパンパンに硬くなりますよね。水圧が低ければホースはしなやかなままです。このように血管の中の圧力が高いと、血管というのは圧がかかってパンパンになっていきます。そして圧が高いことによって血管に傷がつくことによって、そこから動脈硬化が始まると考えられています。そして糖尿病はどうでしょうか。糖尿病というのは血液の中のブドウ糖、糖分が多いわけです。血液の中にザラメがプカプカ浮いていると血管の壁傷つきそうじゃないですか。というのは例えですが、血管の中のブドウ糖が増えることによって、血管の一つ一つの内皮細胞、血管を構成している細胞が活性酸素によって傷がつくと言われています。そして最後に脂質異常症です。脂質異常症というのはコレステロールが高いことですよね。脂質異常症で最も問題となるのは LDL コレステロールという悪玉コレステロールが高いことです。悪玉コレステロールというのは全身の臓器にコレステロールを運んでくれるものなんですけれども、血管に傷がついてしまうと、この悪玉コレステロールが酸化してしまうことによって、私たち人間の体はこれを異物だと思ってコレステロールを攻撃してしまいます。こうしてできたコレステロールを攻撃された後のカスみたいなものを熟種と言います。熟種の熟はおかゆのかゆというように、おかゆのような、まあ熟熟した物質がプラークといって血管の壁に蓄積されていきます。このようにして血圧や糖尿病、そしてコレステロールが血管の壁にプラークを作って細くしたり、そしてそこにまた血がついてプラークを作ることによって血管の流れが鬱滞して、そこで血栓ができたり、そして血管がついに詰まってしまったり、あらゆる体の危険な症状をきたしてくるんです。それではお待たせしました。一元では実際に腕の血管が詰まった時にどのような症状が出てくるのか解説します。腕の血管が詰まる寸前に現れるサイン3選、一つ目がこちら。腕を動かした時や腕を高く上げた時に出現する腕の痛みや腕が白くなるという症状です。これは原因を考えると分かりやすいです。腕の血管を栄養する動脈が動脈硬化が進行してきた場合、血管がだんだんと細くなっていきます。そうすると
細い血管では十分な血流、栄養を与えることができません。腕を強く動かした時にたくさんの栄養や酸素が必要なんですが、動脈硬化でうまく届けられない。そのような時に腕の痛みやしびれなどの症状が出てくることがあります。ここで皆さんに手の血管が詰まっているかどうかを判断する簡単なテストをご紹介します。アレンテストというものです。私たちの手というのは橈骨動脈と尺骨動脈という大きな2本の動脈に栄養されてループになっているんです。ですので片方の動脈どちらかを抑えたところで手の血流は保たれるんです。しかしどちらかの血管がすでに詰まっている場合、詰まっていない方の血管を抑えることによって両側から血流が途絶えることになり、手の色が真っ白になっていくんです。それではやってみます。このように血行が保たれていると手の色は赤っぽくなりますが、両側の血流をこのように2箇所押さえます。強く押さえて手をグーパーグーパーと握るとだんだんと血流が断たれているので手が白くなります。この状態で片方の指を離してみます。そうするとこのように手のひらの赤みが戻ってきました。この戻るまでの時間が10秒以上かかる方は離した方の血管が詰まっている可能性があります。私は医師なので実際に自分の指で押さえましたが、本来は別な方に指3本を使って両側の血管を押さえてもらって、そして片方の手を外して血流が戻るか、もう片方の手を外しても血流が戻るかを確かめるようにしてください。ぜひ皆さんがどうだったかコメント欄で教えてください。そしてこのような腕の血管の動脈硬化が進んだ場合、そしてもしくは腕の動脈に血栓が飛んできた場合、突然動脈が詰まってしまいます。これを急性動脈閉塞と言います。実は腕の動脈が詰まってしまう理由として最も多いのがこの急性動脈閉塞なんです。血栓などが飛ぶことによって全身の動脈は詰まる可能性がありますが、そのうち腕の血管が詰まる確率は 15% と言われています。突然腕の血管が詰まった場合、どのような症状が出現するんでしょうか。この動画を見た後にこれから言う症状、突然現れたような方はすぐに夜間であっても病院の受診を検討すべきだと思います。激しい腕の痛み、腕の脈が感じられない、手が真っ白になる、手の感覚が鈍くなる、手が動かしづらくなる、このような症状が急速に出現した場合、腕の血管が詰まっている可能性があります。そしてこの腕の血管の動脈閉塞はゴールデンタイムが6から8時間と言われています。ゴールデンタイムとは何でしょうか。これは詰まってから6から8時間以内であればその詰まりを解消する治療をすることで後遺症を残さずに元通り治る可能性が高い時間と考えられています。逆に言うとこのゴールデンタイムを逃してしまうと、治療はできたとしても後遺症が残って動かしづらくなったり感覚が鈍くなる、そのような症状が続いてしまうんです。ぜひ注意していただければ嬉しいです。そして血栓が詰まると言いましたが、そもそも早期発見する前に血栓が詰まることを予防したいですよね。腕の血管が突然詰まってしまう原因として最も多いものは何なんでしょうか。それが心臓の不整脈です。心房細動という言葉をご存知でしょうか。私たちの心臓はポンプとして全身に血流を流しています。不整脈があると心臓が規則正しく収縮できないので、心臓の中に血だまりができて血液が固まってしまうんです。これを血栓と言います。心臓の中でできた血栓がポンプの作用で全身に飛んでいって、その時に腕の血管が詰まってしまうと腕の急性動脈閉塞ということになるんです。ですのでこの心房細動という不整脈を早くから見つけることがとっても重要になってきます。心房細動がある方は無症状の方も多いですが、症状があるとすれば動悸がする、そして脈が抜ける感じがして気持ち悪い、少し動いただけで息苦しい、そういった症状などが当てはまります。そしてそのような症状が出現しているとき、ぜひ脈を取ってみてください。橈骨動脈という脈はこの親指の下側の血管です。人差し指から薬指の3本の指で脈が触れるのを確認してみましょう。この脈がトントントンと定期的ではない場合、心房細動の可能性がありますので、ぜひお近くの循環器内科の先生にご相談ください。病院では病気を診断し治療することによって診療報酬が発生する仕組みです。しかし大事なことは、そもそも病気になる前の段階、将来の病気を予防することだと思います。 YouTube 医療大学ではそういった課題を解決したくて動画を作っています。応援したいと思ってくださった方はチャンネル登録していただければ嬉しいです。腕の血管が詰まる寸前のサイン3選、2
つ目がこちら、腕の腫れやむくみです。皆さん、エコノミークラス症候群って聞いたことがあるでしょうか？飛行機のエコノミークラスに長時間乗っていると席が狭くて足を動かすことができないため、足の血流が鬱滞して血栓ができてしまう。足にできた血栓が肺に飛んでしまうと一気に呼吸がうまくできなくなって命に関わってしまう病気です。この静脈にできた血栓が腕にできる場合もあるんです。これを発見者の名前になぞらえてパジェット・シュラッター症候群と言います。名前まで覚える必要はありません。腕の動脈から流れた血液が静脈に行って戻ってきますが、この静脈が詰まってしまうことによって血流が鬱滞して腕がパンパンに腫れたり、動かした時に痛みが出現したり、そしてチアノーゼといって腕が赤紫色、青っぽい色に変わっていく、そのような症状が出現します。1万人に1人程度と決して多い病気ではないんですが、見逃してしまうとこれもとっても危険な病気です。腕をよく使うスポーツ選手の方、そして体力仕事をする方に多いと言われています。こういった症状が比較的急に片側の腕に出現してきた場合、この病気を考えます。実際に検査としてはエコーを使って血管の中に血栓があるかを確かめたり、造影剤などを使った CT 検査で腕の血管の中を見ることによって診断を行います。早期であれば血液をサラサラにする薬などを使用することによって、この血栓というのはだんだんと溶けてくることが多いと言われています。しかしもちろんのこと、発見が遅れてしまうと症状が悪化したり、その血栓がさらに別の臓器に飛んで合併症をきたしてしまうこともあります。なかなか他の YouTube では解説されていませんでしたので、ぜひ注意していただければ幸いです。腕の血管が詰まってしまう寸前のサイン3選、3つ目がこちら、糖尿病による末梢神経障害です。腕の血管と神経、何が関係あるの？と思った方、鋭いと思います。しかし、腕、特に手の細かい血管が詰まったり、障害が起こることによって、神経の障害という症状が出現することがあるんです。糖尿病になると、細かい血管から障害が進んでいくんです。ですので、気づかないうちに、じわじわと細かい血管が詰まり始めて、気がついたら手に皮一枚かぶったような、そういったしびれの症状が出現していることがあるんです。詰まる寸前の症状というよりかは少しずつ詰まっていく症状なので、より早期に発見することが重要です。末梢というのは体から最も遠い部分です。指先や足先などの神経から障害されて痺れてしまったり、感覚がなくて皮一枚かぶった、まるで手袋を常につけているような感覚になったり、焼けるような痛みを感じてしまう、そのような症状が一般的です。なんとこの糖尿病性神経障害は糖尿病の方の約半分がなっているという、糖尿病の三大合併症にも含まれる最も一般的な症状なんです。しかしなぜ指先や足先だけ痺れてくるんでしょうか？理由を考えると覚えやすいです。糖尿病になると動脈硬化が進行します。これはなぜでしょうか？血液中の糖分がタンパク質とくっつくことによって終末糖化産物 AGE という物質が生まれてしまいます。これが血管の壁を傷つけることによって動脈硬化が進行すると言われています。そして実はこの動脈と並行して走行しているのが神経なんです。糖尿病による動脈硬化は細い血管から障害されるんです。つまり細い血管と一緒に走っている神経から障害されるんです。なので細い血管が走っている指先や足先、そしてその血管の横を通っている神経から障害されていくということなんです。その他にも血糖値が高いこと自体が神経細胞の炎症を起こして、それ自体がしびれの原因になるとも考えられているんです。理由まで考えると面白いですよ。ちなみに糖尿病による三大合併症、神経障害以外には腎臓の障害と目の障害が起きてしまいます。これらの頭文字を取って視、目、字として私たちは医学部で覚えています。これらの障害から出現するのも理由を知ったあなたなら理解しやすいです。細い血管が通っている臓器なんです。腎臓とはいわば血管の集まりなんです。細かい血管が張り巡らされていて、そこからろ過された液体が尿になって体外に排出されていくんです。なので細かい血管が通っている腎臓、そして今あなたは目を使って動画を見ていますが、目の血管というのもとっても緻密で細かく張り巡らされているんです。ですのでこういった細
かい血管が障害されて神経や目や腎臓の障害が起きてくるということなんです。ぜひ覚えておいていただければ幸いです。この目に関しても人生の後半まで生き生き自分らしく運動や食事などを楽しんでいくためには重要です。そのようなことから糖尿病を患っている方は年に1回は眼科に通院して目のチェックをしましょうと私は外来でご説明しています。ということでこの神経障害手のしびれの話に戻りますが、これらの神経障害はどうしたら進行を抑えられるんでしょうか。進行を抑えるために重要なことは糖尿病と診断されてからしっかりと血糖をコントロールしていくということになります。血糖値の平均の推移を表す指標にヘモグロビン A1C というものがあります。この値で言うと 7% 以下を目指すことによってこういったしびれや目の症状、腎臓の障害のリスクが低下すると言われていますので、一つの目安にしていただければ幸いです。そして他の動画ではなかなか触れられていませんでしたが、レガシー効果といって糖尿病と診断されてから最初の10年間より早期の時の血糖値をいかに安定してコントロールできるかが将来合併症を起こさないためにとっても重要なんです。こういったことからも2限でお話ししますが、糖尿病の初期症状を早くからキャッチしてしっかり血糖をコントロールしていくということが本当に重要なんです。糖尿病による手の症状はこの末梢神経障害が最も有名ですが、逆に言うとこれしか知られていません。このしびれというのは進行してしまうと対症療法といってしびれを抑える薬を使うことぐらいしかできることがないんです。糖尿病の手のしびれは進行してしまったら仕方ないよと周りの方や医療者に言われて諦めている方も多いです。しかし血糖値を安定化させることができれば、この糖尿病による末梢神経障害というのは進行を防ぐことができると言われているんです。ですのでこの後紹介する動脈硬化を防ぐ食事法、血糖値を下げる食事法を試してみて糖尿病を安定化させて症状が悪化しないようにしていただければ幸いです。それでは一元の復習です。腕の血管が詰まってしまう寸前のサインとして、一つ目に腕の動脈硬化、腕を動かした時の痛みやしびれなどの症状、そしてその他には急性動脈閉塞といって血栓が突然詰まってしまう症状を解説しました。そして二つ目にパジェットシュラッター症候群という稀な病気ではありますが、腕の静脈が詰まってしまってまるでエコノミークラス症候群の腕バージョンのような形で手がむくんだり色が青っぽく変色したり動かした時に痛みが出てくる、そんな病気を紹介しました。そして3つ目に糖尿病による細かい腕の血管が詰まってしまうサインとして末梢神経障害、腕のしびれをご紹介しました。それではお待たせしました。2限では動脈硬化を防ぐ食事法3選をご紹介していきます。動脈硬化を防ぐ食事法3選、1つ目がこちら、ベジマルファーストを行うということです。皆さんベジファーストという言葉は健康意識が高い方は聞いたことがあると思います。実際に私もやっています。ベジファーストというのは食事を食べるときにまずは野菜から摂取するというものです。このことによって血糖値の急激な上昇、これを血糖値スパイクと言いますが、これを抑えられるというデータがあるんです。それもそのはずで、食物繊維というのは消化されずに腸まで届いていきます。ですので血糖値が上昇していかないんです。なのでまずは野菜をお腹の中に入れて、その後吸収が早い炭水化物などを食べていく、そうすると血糖値の上昇が緩やかになるというのは理解しやすいんじゃないでしょうか。実際に日本人を対象にした研究で、普通に食事を食べるグループとベジファーストを行ったグループでは血糖値の上昇の仕方がベジファーストの方が緩やかでした。そして注意が必要なのはベジファーストをするだけではなくて、一口あたり20回しっかり噛むということ、つまり時間をかけて食べるということですね。 GI 値の低いもの、血糖値が上がりづらいものを食べていたというのがこの研究ですので、ベジファーストとともに食事の時間、そして GI 値についても覚えておきましょう。 GI 値に関しては動画の後半4限の果物のところでお話ししていきます。ここまでは聞いたことがある方も多いと思います。しかしベジファースト、野菜とともにもう一つ先に食べた方がいいものがあると最近の研究で分かってきました。それがタンパク質なんです。これも日本の研究ですが、白米を先に食べたグループと白米ではなくサバの水煮もしくは牛肉を先に食べたグループを比較しました。そうすると白米を先に食べたグループよりもサバや牛肉を食べたグループの方が血糖値の上がりが緩やかだったんです。このような結果から私は野菜とともにタンパク質も先に摂るということを意識してもらうように指導しています。ベジ
ジタンファーストと名前をつけて覚えると分かりやすいと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。タンパク質っておかずでしょ。おかずから食べたら最後主食白米だけで食べなきゃいけないのと思った方、私もそう思います。ですので具体的にはサラダにサラダチキンをほぐしたものを入れたり、チーズを乗せてあげたり、野菜とお豆腐のサラダにして野菜とタンパク質を一緒に摂取するようにすると、野菜のボリュームが増えて食べる時間も長くなってベジタンファーストになるので、こういった食べ方をおすすめしています。ぜひ参考にしてみてください。動脈硬化を抑える食事法3選、2つ目がこちら、1日3食しっかり食べるということです。3食食べましょうなんて当たり前のこと言われてもと思った方、わざわざ当たり前のことであったら紹介しません。とある研究によると、2型糖尿病の患者さん22名を集めて1日3食食べてもらった時と、1日2食朝ごはんを抜いて昼ごはん夜ご飯のみを食べてもらった時の血糖値の上がり方を調べました。1食あたりのカロリーは同じにもかかわらず、朝ごはんを抜いていた時は昼ごはん夜ご飯を食べた後の血糖値がいつもよりも上がっていたんです。つまり朝食を抜くことによって、その後同じものを食べたとしても血糖値の上がり方が変わってくるという驚きの結果なんです。ここで分かりやすく医学の話をさせてください。私たちはお米を食べた時にブドウ糖という糖分に分解されます。このブドウ糖が血液中に吸収されると血糖値といって、この血糖値が高いと糖尿病になるんです。この血糖値はどうやって下げるか、インスリンというホルモンで下げられます。インスリンは膵臓から出るホルモンです。このブドウ糖をインスリンは分解するわけではありません。栄養が必要な細胞に血液中から移動させる、それがインスリンの役割なんです。膵臓や細胞の気持ちになって考えてみてください。朝ごはんがやってこないと体は飢餓状態なので、やっとお昼ごはんがやってきたと思うと一気に食べて吸収して血糖値を上げようと体は頑張ります。それによって急激に血糖値が上がって、膵臓は膵臓でびっくりしてしまって、突然血糖値が上がってしまった、インスリンをたくさん出して血糖値を下げないとと思うことによって、一気にインスリンが出て血糖値が急激に下がるんです。そうするとこのイラストのように血糖値が急激に上昇して急激に低下する、血糖値スパイクが出来上がるんです。理由まで考えると分かりやすく覚えやすいと思います。そしてこの血糖値スパイクが動脈硬化の原因だと言われています。なのでご飯を抜いて突然ドカ食いしてしまうことが血糖値が上がりやすいということになるんです。ぜひ忙しい朝でもこの後ご紹介する食べ物や果物を食べるようにしてみてください。動脈硬化を抑える食事法3選、3つ目がこちら、バランスよく食べるということです。3食バランスよく食べるって当たり前じゃんと思った方、そうやって言われてもなかなかできませんよね。じゃあ実際にバランスよく食べることってどれだけ健康にいいんでしょうか。理由も踏まえて理解すると重要性がわかるので、日常生活に取り入れようと思えると思います。日本の研究でこのようなものがあります。食事を食べる際に偏った食事、つまり炭水化物だけを食べた時、炭水化物とタンパク質を食べた時、炭水化物と脂質を食べた時、これら3つのパターンで血糖値の上がり具合に差があるかを調べた研究があります。もう皆さん結果予想つくと思います。炭水化物だけ偏って食べたグループだけが食事の血糖値の上昇が急激で、炭水化物にタンパク質や脂質を食べていた他のグループに関しては血糖値の上がり方が緩やかだったんです。いかがでしょうか。ベジファーストだけではなくて、タンパク質や脂質も一緒に摂るということが実は血糖値にとって大事だったんです。先ほどベジタンファーストと言いましたよね。つまり野菜もタンパク質も脂質も炭水化物だけではなくて一緒に摂ることが大事だよということが言えると思います。栄養士さんとかテレビの健康番組でバランスよく食べましょう、3食食べましょうって言いますが、その理由はこういったデータがあるからなんですね。理由まで理解すると面白くないでしょうか。一元の復習です。動脈硬化を抑える食事法3選ということで、ベジファーストならぬベジタンファーストをご紹介して、2つ目に朝食を抜くんではなくて1日3食しっかり食べるということをご紹介し、そして炭水化物だけではなくてタンパク質や脂質も一緒に摂ると血糖値が上がりづらいよということをご紹介しました。そういえば1日1食だけのファスティング、プチ断食なんてものも流行っていたけど、あれって本当に健康にいいの？と思った方、過去に動画を出していますので、ぜひこの後概要欄に動画貼ってありますので、気になった方はご覧ください。
それでは3限では血糖値の上昇を防ぐ食事法8選をご紹介していきます。今回ご紹介する食べ物は血糖値の上がり具合、お手軽さ、そして安さ、食事への取り入れやすさを加味して選びました。ぜひ参考にしてみてください。今回8つご紹介しますが、そのうち半分4つがタンパク質をご紹介します。そしておすすめの野菜を2つ、そして炭水化物を1つ、そして果物について最後にご紹介していきます。血糖値の急上昇を抑える食事法8選、1つ目がこちら、納豆です。日本人といえば納豆、この納豆スーパーフードなんです。私はお昼ご飯を食べるときほぼ毎日納豆を食べています。この納豆というのはペクチンという栄養素が含まれていて、血糖値の上昇を抑える可能性が指摘されているんです。また納豆というのはタンパク質ですよね。この大豆のタンパク質というのはタンパク質の中のアミノ酸のバランスが良いと言われているんです。そしてそれだけではありません。納豆はビタミンやミネラルも豊富です。納豆キナーゼという物質は血液をサラサラにするのではないかと指摘されているぐらいです。一元でも話したように炭水化物とともにタンパク質を摂ることはとっても重要です。物価が上昇していますが、納豆パックであれば3パックで100円以下で売られている時もあります。ぜひ1日1パック食べてみてはいかがでしょうか。血糖値の急上昇を抑える食事法8選、2つ目がこちら、鶏肉です。 YouTube 医療大学でも過去に何度も強調してきました。赤身肉を取るよりも鶏肉を取ってくださいと説明しています。赤いお肉と白いお肉、何が違うんでしょうか。実はこの赤身肉、つまり牛肉や豚肉、そして特に加工品ですね、ハムやハンバーグ、ソーセージなどの加工品は大腸がんのリスクを上昇させると言われているんです。もちろん食べること自体がリスクというよりは、一定の量食べてしまうことが大腸がんのリスクであると言われているので注意してください。それに対してこの鶏肉というのはこういったリスクは指摘されていませんし、お肉の中でも脂の部分が少なくタンパク質が多いと言われています。特におすすめなのが鶏胸肉やささみです。これらはスーパーで安売りされている時であれば 100g あたり100円以下で売られていますよね。サラダに混ぜたり、そぼろにして副菜の炒め物に混ぜたり、調理の幅も広いと思います。タンパク質は高かったり不足しがちな栄養素なので、ぜひ意識的に取り入れてみてください。赤身肉と大腸がんの関係性について詳しく知りたい方は概要欄に動画を貼ってありますので、この後ご覧ください。血糖値の急上昇を抑える食事法8選、3つ目がこちら、卵です。卵も値上がりが激しいですが、やはり日常に取り入れやすいためランクインさせました。卵は完全栄養食と言われていますよね。この卵というのは炭水化物、タンパク質、脂質、そして多くのビタミンを含んでいるため、一つ摂取するだけでバランスよく栄養素を摂ることができると言われているんです。注意が必要なのは食物繊維は含まれないので別で摂る必要はあります。先ほど炭水化物とタンパク質は一緒の方がいいと言いましたよね。なので目玉焼きとご飯、卵かけご飯、そしてベジタンファーストの例としてはサラダにゆで卵をほぐしたものを添えてあげる。このように卵はあらゆる調理に使うことができます。意識的に使うためにも必ず1日1個食べると自分でルールを作って卵のレパートリーを増やしておくと血糖値が上がりづらくなるかもしれません。私のおすすめとしては大学時代忙しい時よくやってたんですけども、鍋でゆで卵を一気に10個作っておいて、それを冷蔵庫で保存しておくという方法です。塩分には注意が必要ですが、味付き卵として保存しておくのもおすすめです。忙しい朝に食べていったりとか、小腹が空いた時の間食であったり、夜ご飯の一品追加するためにもゆで卵はおすすめです。ぜひ賢く作り置きをして取り入れるようにしてみてください。血糖値の急上昇を抑える食事法8選、4つ目がこちら、サバ缶です。サバ缶に関しても過去に何度もご紹介しています。サバに含まれる油というのは体にいい油なんです。油というのは飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分かれます。飽和脂肪酸の多くはサラダ油、そしてバターであったり、そして赤身肉に含まれる油です。不飽和脂肪酸というのは魚に含まれるサラサラした油、オリーブオイル、アマニオイルなどに含まれる油です。飽和脂肪酸はコレステロール、中性脂肪を上げる傾向があるのに対して、不飽和脂肪酸はむしろコレステロールを安定化したり下げる働きが期待されています。そしてこのサバというのはスーパーフードです。 DHA、EPA という不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。そして魚というのは食べれば食べるほど心臓や脳の血管が詰まってしまう、動脈硬化のリスクが低下するというデータがあるんです。1週間で 100g 食べるだけでも効果があると言われています。
つまりサバ缶を食べることによってタンパク質を摂取し、血糖値の上昇が緩やかになるだけではなくて、 EPA や DHA が作用して心臓や脳の血管が詰まりやすくなるリスクも下げることができるんです。サバの水煮缶であれば保存が効きます。忙しい日であっても取り入れやすいと思いますし、サバは旨味が凝縮されているので意外とパスタなどに混ぜても美味しく食べられます。ぜひいいと思った方、この動画を一旦止めてサバ缶を買い溜めしておきましょう。血糖値の急上昇を抑える食事法8選、5つ目がこちら、野菜の中でもブロッコリーです。皆さん、ブロッコリーは実は最近国に欠かせない野菜、指定野菜に認定されたんです。ジャガイモ以来半世紀ぶりにブロッコリーが指定野菜になったということです。という話は置いといて、なぜブロッコリーを指摘したか。これはですね、実はブロッコリーは野菜の中でもタンパク質が多い野菜なんです。普通の野菜 100g あたり、キャベツであれば 1.2g、 人参は 0.7g、 ピーマンも 0.7g です。それに対してブロッコリー 5g 含まれています。ちなみに炭水化物のお米であっても 2.5g しか含まれていないんです。つまりブロッコリーを摂取することによってタンパク質も有効に摂ることができるんです。やっぱりタンパク質は高くて摂りづらいので、あらゆる食べ物からタンパク質を合計でたくさん摂っていくというのが重要です。この動画では触れていませんが、タンパク質を自分の体重と同じぐらいのグラム数摂取するということは、フレイルといって体の足腰が弱って筋力が低下して転びやすくなったり、介護が必要になってしまう原因になるリスクを低下させるんです。なのでそういったことからもタンパク質をたくさんご紹介していますが、野菜でタンパク質を摂るといえばブロッコリーなんです。それだけではありません。ブロッコリーというのはかなり栄養バランスが整った野菜なんです。ビタミン B、ビタミン C、ビタミン E、ビタミン K、 そして鉄分、カリウムなどあらゆる栄養素が凝縮されているんです。最近は冷凍されたブロッコリーなどがコンビニや業務用のスーパーなどで売られています。なかなか茹でる時間がない時も冷凍のブロッコリーなどを購入しておいて、お弁当に入れたりとか朝ごはんの一品として使ったりとか、そういった工夫がおすすめです。私も実際にやっています。血糖値の急上昇を抑える食事法8選、6つ目がこちら、わかめです。わかめといえば乾燥わかめですよね。小さな量でも水にふやかしてあげると一気に量が増えます。実はこのわかめ、何も栄養がないようにも見えますが、実はとっても優秀なんです。それが水溶性食物繊維というものです。食物繊維には水溶性と不溶性というものがあります。どちらも大事なんですが、不溶性というのは溶けないというイメージなので、そのまま便になって便通を改善してくれるイメージ。そしてこの水溶性食物繊維というのは水に溶けて便を柔らかくしてくれたり、そして腸の栄養となって腸内細菌を整えてくれたり、それだけではありません。実は血糖血糖値の上昇を緩やかにするのではないかという報告があるんです。この水溶性食物繊維というのはなかなか摂取するのが難しいので、だからこそこの取りやすいわかめをおすすめします。水溶性食物繊維を含むもののイメージとしては、ちょっとぬるぬるネバネバしたものです。わかめやオクラ、そして先ほど紹介した納豆などに含まれていますので、ぜひこれら摂取するようにしてみてください。納豆とオクラを混ぜて食べるのもおすすめです。血糖値の急上昇を抑える食事法8選、7つ目がこちら、もち麦なんです。皆さん、炭水化物は血糖値が上がりやすいというイメージありますよね。そのイメージは正しいです。炭水化物は注意が必要です。お米、麺、パン、美味しいですよね。ついつい食べちゃうと血糖値が上がってきます。炭水化物の中でも注意なのが白い炭水化物です。白米とかパンとか、そして白い麺、うどんやそうめんなどです。これらの炭水化物というのは精製されて、例えばお米であればその柄の部分を抜いて純粋な炭水化物だけにしたものが白い炭水化物なんです。つまり純粋なものであるため血糖値が上がりやすいというイメージです。以上のことからも、血糖値を急上昇させないための炭水化物としては茶色がかった炭水化物がおすすめなんです。なので白米ではなくてもち麦をご紹介しました。普通のパンではなくて全粒粉のパンを使ったり、麺はお蕎麦など柄が入った麺が血糖値が上がりづらいと言われています。皆さん、もち麦って食べたことありますか？白米にもち麦がちょっとずつ入ったご飯、私も普段食べます。もち麦、実はあれもちもちして、そして食感が少しプチッとしていてかなり美味しいんですね。すべてがもち麦だと食べづらいんですが、白米にいい割合、2対1ぐらいの割合で混ぜてあげるととても美味しく食べれます。
健康なお米といえば玄米じゃないのと思った方、もちろん玄米も優秀なんです。しかしもち麦はさらに優秀です。お米 100g あたり、玄米というのは 3g しか食物繊維が含まれていませんが、もち麦というのはなんと約 13g も含まれているんです。明らかに多いですよね。そしてさらに言うと、このもち麦というのは先ほどご紹介した血糖値を上げづらい水溶性食物繊維の割合が多いんです。つまり食物繊維が多く、血糖値の上昇も緩やかだし、水溶性食物繊維のおかげもあって便通が改善したり、血糖値の上昇がさらに抑えられる。ぜひ明日から取り入れてみてください。血糖値の急上昇を抑える食事法8選、8つ目がこちら、果物なんです。糖尿病になったら果物って食べちゃいけないんじゃないの、そのように思った方多いんじゃないでしょうか。私は実際にはそのようには指導していません。大事なのはトータルのカロリーなんです。果物は確かに糖分が多いのでカロリーが上がりやすいです。しかし適切な量であれば、果物というのは食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富ですので、私は積極的に取り入れてもいいと思っています。ということで4限ではおすすめの果物の食べ方をご紹介していきます。3限の復習です。血糖値の上昇を抑える食べ物8選ということで、納豆、鶏胸肉、卵、サバ缶、ブロッコリー、わかめ、もち麦、そして果物をご紹介していきました。いかがでしたでしょうか。今回は腕の血管が詰まってしまう寸前の症状、そしてそんな原因となる動脈硬化や糖尿病を予防するための食事法まで解説していきました。長い動画でしたが、最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。情報化社会になってあらゆる情報が流れてきます。有用な情報も多いですが、一部誤った情報なども存在します。信頼できる情報源を一つ持っておくということはとても重要だと考えますので、参考になった方はチャンネル登録をしていただければ励みになります。そしてこの動画に関連して、長い人生自分の足で歩きたいですよね。足の血管が詰まってしまう寸前の危険サインに関する動画も発信しておりますし、心臓や頭などとても重要な臓器が詰まってしまう寸前のサインに関しても別の動画で解説しています。よければこの後概要欄からご覧ください。この動画に対してグッドボタンでもバッドボタンでもいいので評価をしていただければ嬉しいです。そして皆さんが試している食事法や今回参考になったこと、皆さんが抱えている症状に関してぜひコメント欄で共有していただければ、視聴者さんも参考になると思います。それでは次の動画でお会いしましょう。